はい、えー、こんにちは。世界史講師の鈴木祐介ですえ。今回は、タバコの世界史です。はい、いろいろタバコに来ました。タバコと世界史の関わり。はい、早速見ていきましょう。はい、えーと、タバコの世界史。ね、えまず、タバコの情報なんですけども、タバコはですね、ナス科の植物でございます。で、種類が、ね、結構いっぱいあってですね、70種類以上あるんですよ。で、その中で、一番こうメジャーなやつ、だいたい今タバコ作るときはそれを使いますっていう種類が、ニコティアナタバクムっていうんですよ。 ね。なんかちょっと、なんかそれっぽいでしょタバコっぽいでしょニコティアのタバコムって言うんですよ。はい。でえ、原産地はアメリカ大陸ですね。だからそのアメリカ大陸にいた元々その先住民たちがですね、そのタバコを消費していたわけなんですよ。で、いつからそのタバコを味わっていたかというのは、まあこれはね、いろいろ諸説あるんですが、まあおそらくですね、あの7世紀のマヤ文明、マヤ文明で見つかってるそのレリーフがあるんですけど、そのレリーフにタバコをですね、吸ってる様子が刻まれてるんですね。 ええー。だから、7世紀ぐらいからは少なく見積もってもですね、えー、タバコを味わっていたんじゃないかと。はい。いうわけです。で、そこにこう、ヨーロッパ人がこう来るわけでしょ。で、ヨーロッパ人が初めてタバコに接したのは、あの時です。やっぱり1492年のコロンブスの一行ですね。コロンブス一行がサンサルバドルね、来ました。で、そこに上陸したのが1492年。大丈夫ですね。これね、えー、レコンキースター終了と同じ年ですよね。で、その時に、どうもですね、このコロンブス一行は、えー、まあ、もてなしを受けたと。 その現地にいたインディオから、あの、喫煙の儀礼といってですね、ま、要はタバコを吹かすようなものを見せてもらったとね。ねで、なんかタバコちょっともらったりしてるんですよ。うん。で、最初びっくりしたんですよ。口から煙がこう、もくもく出てるから、インディオが燃えてるっつってねあ、びっくりしたみたいなんですが、まあ、それをこう吸ってみたらなんかこう、ちょっと気分が良くなるし、ね、心地よいし、美味しいからえ、病みつきになっちゃったと。 というわけで、一部の水風ね、まあコロンブスの一行の中の一人、二人はですね、喫煙の風習に染まってしまったらしいということですね。えー、ちなみにですけどね、タバコの味わい方っていうのは、この喫煙だけじゃないんですよ。喫煙っていうのはこう煙にして、煙を吸うでしょ。で、それ以外に、例えば紙タバコって言ってですね、口の中でタバコの葉っぱを噛むね、ねであの吸収するとか、あとはですね、あの鍵タバコって言ってですね、粉末にしてね、粉末を、ね、鼻から吸い込むんですよ。シューッつって。 うん、っていう風にして、まあ消費するやり方があるんですが、一番これね、吸収が、あの、早いのが、喫煙なんですよ。え、ね、これだと、あの、全身にですね、約15秒で、こう、ニコチンが <laughs>、あの、駆け巡るらしいですよ。ね。だからまあ、一番これが吸収力はあるわけですよね。えー、で、その風習が、まあ、染まってしまったと。え、スイフがね。はい、というわけです。で、まあ、これ面白いということで、薬草として、ね、やっぱ最初は何でも薬なんですよ。薬だと思って、スペインに持ち帰ったらしいと。ね。 はい。で、名前としてはですね、この先住民がパイプの名前として用いていたターバコね。これがですね、ヨーロッパに伝来して、まあ、このタバコと呼ばれるようになったと。そういうことですね。はい。ただね、やっぱ当時ヨーロッパ、ほら、カトリック強いじゃないですか。そうすると、カトリックからするとですね、これは異教徒の風習、野蛮人の風習であるから、これはけしからんということで、あまりですね、喫煙の風習っていうのは広がりにくかったんです、当初は。まあ、その、ローマカトリック教会もですね、何度も禁止令出してますからね。 うん。あれは、異教徒の風習。さらには、タバコ吸うと、ほら、炭がすごい出るんですよ。で、なんか、炭つぼにペッと書いてて、すごい汚い。えー、下品。とかね。えー、いろいろ言われてですね。さらにはですよ。火をつけるからさ、火事の原因になるんですよ。で、これも結構、あの、シビアな問題でして、まあ、いろんな理由から、えー、いろいろと問題、広がりにくかったという実態はありました。ね。さあ、で、そんなタバコですが、ヨーロッパ各地にガンガンとですね、この後拡大をしていきます。ということで、えー、各国ごとにちょっと状況を見ていきたいと思います。 はい。じゃあね、フランスから行きましょう。はい。フランスね、ね。カトリーヌ・ド・メディシス。はい。この人なんですよ、やっぱり。えカトリーヌ・ド・メディシスといえば、バロワ町のさ、ね。アンリ2世の奥さん。そして、あの、シャルル9世の母親。ユブノーセンのとこで勉強するかと思います。ね。で、このカトリーヌ・ド・メディシスは、持病があったんですよ。偏頭痛。 で、あれは非常にこう辛いじゃないですか。で、そんなあの頭痛に悩まされていたカトリーヌのところに一人の男がやってきたんです。え、その人の名前が外交官のジャン・ニコって人です。はい。で、ニコさんはですね、要はフランスにね、タバコをですね、広めた人なんですよ。で、えー、タバコを献上します。ね。で、これはあの、薬ですから、どうぞこれをね、使ってください、つって。で、喫煙ではなくね、この時はですね、カトリーヌは鍵タバコ。 粉末にして、粉末の鼻からこう吸うっていうね、その形式でもってタバコを味わったんですよ。そしたらみるみる、片頭痛が治ったの。ということでですね、こ頭痛改善、1560年頃と言われてます。はい。こういう風にして、まあフランスではですね、タバコが広まるんですね。で、これはおそらく本当にね、治るみたいですよ。あの、片頭痛っていうのはそもそもですね、血管がこう拡張すると、その拡張した分がですね、神経に触れて痛みが発生するんですよ。 で、タバコに入っているニコチン中のさ、あれはあの、血管の強烈なこう収縮作用なんですよね。だから拡張してしまった脳の血管を収縮させることによって、偏頭痛が治ったという可能性は十分に考えられますね。はい。ということで、まあ、カトリーヌちゃんでした。はい。そしてこの後、ブルボンチになります。 でブルボン朝のルイ14世。はい。14世の時にはですね、タバコを拝1000倍にします。これね、実はルイ14世自体はタバコ大っ嫌いなんですよ。ええ、大っ嫌いなんです。あんなもんは異教徒の風習だ、つってね、ええ。飲まないわけなんですが、タバコ1000倍にしたということは、これつまりこれで金儲けするとえ。国庫の増収につながりますよね。はい。というような形で国とそのタバコの関わりっていうものがこうして始まっていくわけです。さあ、そして次にイギリス。 はい。イギリスはですね、エリザベス一世の時代にバージニア植民地からタバコがもたらされます。で、このエリザベスとかジェームズの時代に活躍した有名な作家がいるでしょ。あれはね、シェイクスピア。で、シェイクスピアの作品っていくつも有名な作品ありますが、実はですね、シェイクスピアの作品っていうのは、いかにもタバコ吸いそうなキャラクターが出てきたとしてもですね、そのキャラクターはね、一切タバコ吸わないんですよで。それなぜかというと、そ時の権力者である、このジェームズへの配慮があったっていうね。 本当はだからシェイクスピアはですね、ああ、こいつにパイプ加えさせてーな、みたいなね、そういうシーンを入れたいなって思ったと思うんですが、えまあ、書いたらちょっと何されるか分かんないんでね。えー、んで書けなかったという話です。はい。まあ、そんな時代。そして、チャールズね。この後チャールズ、この人首を落とされちゃう人ですよ。ピューリータン革命で。で、あの人も、はい、やっぱり喫煙を弾圧します。ね。で、まあ、こういうふうにね、権力者が喫煙を弾圧する理由っていうのは、まあ、いろいろあるんですよ。宗教的なものもあるし、あとやっぱりね、火災の原因になるんですよ。 タバコの火の不始末から大火事になったりするから、だからちょっと当局としてはね、見過ごさないっていうのはあるんです。あというく弾圧をした。で、それを嫌ったそのヘビースモーカーたちが、あの、ピューリタン革命の革命家たちの中にもいたんですよ。だからこういう圧政を嫌ってえ、ピューリタン革命に繋がってしまったという側面もあるんですね。はい。歴史って本当に面白いでしょね。 はい。そして、えー、これは実は感染症の世界史。えー、このただ呼びの授業だとね、3回目かなうん、3回目のとこかなんかでやりました。えー、ロンドンで17世紀の半ばに、ペストが大流行しましたね。で、これがいわゆる創造的休暇、あの、ニュートンのですね、万有引力発見につながったという話をしたかと思いますが、実はあれとね、つながってるんですこれ。タバコがですね、これ大流行します。えー、これは、なんと、感染予防にタバコが使えるって言うんですよ。<laughs> っていう風な、まあ、いわばデマが流れるんですよ。 タバコ吸ってると、ペストのかからないって言うんですね。えー、ってことはですよ。これまでタバコ吸って味わっていたのは、主にやっぱ大人の男ですよ。ね。そうでしょ。だけども、感染予防になるということはですね、例えば女性であるとか、あとは子供もタバコを吸うようになるんですよ。そうでしょ。ペストになりたくないから。というわけで、もうそれこそ、国民の大多数がですね、タバコを吸っちゃうと大流行になっちゃったんです。ってことはですね、これ逆に言えば、国からすればね、それを利用すれば、結構儲かりそうじゃないですか。それだけ需要があるわけだから。 そこで、輸入税をね、ガッとかけることによって、国庫の増収につなげたというね。もうコロナでもただじゃ起きないって感じです。はい。というふうにして、金儲けしたんですね。はい。これがロンドン大ベストの時の話。そして、17世紀、18世紀といえば、これもほら、コーヒーのところでやったけどさ、コーヒーハウスがさ、ロンドンにさ、数千件立つじゃないですか。でそこに、いろんな文化人とかも集まってきて、で、そこからね、こう、革命分子が生まれていくという,う話をしました。で、あの時って、もちろんコーヒーも飲むし、 さらに、これ、お茶の世界史で話しましたが、紅茶も飲むでしょさらには、タバコも吸ってたんですよ。ね、一種の喫煙所みたいな感じよ。コーヒー飲みながら、紅茶飲みながら、ね、タバコ吸いながら、新聞見るわけでよで、議論すんのよ。そういう場所あったんですよ。ね、ということで、これでもつなげといてくださいとえ。以上がイギリスでした。そして、えー、ドイツ、ね。ドイツはですね、30年戦争を契機に、ドイツ兵の間に喫煙拡大と。 で、これはね、なんでかっていうとね、やっぱりね、さっきと違なの。タバコというのは、疫病の流行を止められると。うん。疫病予防になると。そういうね、いわば貿易の観点から、タバコを吸ったんですよ、みんな。うん。だって、戦場ってさ、ほら、不衛生になるから、感染症になりやすいでしょうん。だから、それをこう、タバコ吸うことによって止められるんだったら、みんな吸いましょうっ、つって、めっちゃ吸ったんですよ。うん。で、それで一気に拡大してしまったみたいですと。 そして、19世紀3月革命の時にはですね、市民たちは反抗のシンボル、ね、まあいわば権力に対する反抗のシンボルとして、皆このパイプタバコをですね、吸ったんですよ。というのはさ、これまで見りゃわかりますけどね。の喫煙というものをですね、弾圧してやめさせようとするのは常に権力者じゃないですか。それに対してタバコを吸ってみせるというのはですね、まさにこれは権力に対する、まあ、反骨心の現れということになるわけです。というふうにして、19世紀半ばですけどもね、えー、みんな加えたみたいです。はい。で、最後に、はい、えー、ロシア。 ね。ロシアはですね、えー、実はイヴァン4世。これはモスクワ大公国の、あの、ライテと言われたね、あの、気象の激しいカミ父ルイヴァン4世。あの時に、タバコが伝来しました。1553年ですで。その後ですね、1633年、ミハエル・ロマノフ、これはロマノフ朝の初代ですね。あの、ミハエル・ロマノフは喫煙禁止令を発布しました。 喫煙は消しからんということですね、うん。で、この時は非常に厳しくてですね、もし喫煙してる奴が見つかったらば、あそいつの鼻を削ぎ落とす、耳を削ぎ落とすで、シベリア送りとかやるわけですよ。で、その後、えー、書いてないですが、アレクセイって人いるじゃん。あの、ステンカラージの乱が起きた時の人です。あれは、えミハイル・ロバノフのすぐ、その次ですけどね。うん。で、その、あの人の時に、厳罰化が進みまして、タバコ吸ってるの見つかったら死刑ってなっちゃう。 で、ちょっと時代が後になって、1698年、ピョートル一世、有名なピョートル大帝です。この時に潮目が変わります。実はこのピョートル一世っていうのはタバコが大好きだったんです、はい。ヘビースモーカーです。いっつもタバコを食わえてたの、こうやって。ですから、はい、タバコはもう認めると。ね。ロシア人にタバコ解禁ですよ。国内販売を許可しました。 で、この時にですね、ピョートル一世は、あの、イギリス人に、タバコの販売権を与えるんですよ。えー、それで、その代わり、ものすごく、その、お金を収めてもらうんです。上納金をもらうんですね。で、ボロ儲けしてますね。はい。っていうお話。これが以上はロシアでしたと。ね。えー、ではね、まあ、これで、一応ヨーロッパをしまえ。で、最後にちょっと軽くね、アジアを見ておきましょう。 はい、えっと、アジアですね。えー、アジア。えー、スペイン人がメキシコからフィリピンに持ち込んだ。これがね、最初。アジアに入ってきた一番最初と言われております。これだからね、アカプルコ貿易の一環なんですよ。はい。え、1575大航海時代ですね。はい。そして、我が国日本。1600年頃です。ちょうどあの、関ヶ原の戦いの頃ですね。え、フィリピン経由。だこのフィリピン経由で入ってきたと。ね、いうことです。で、中国もね、ほぼ同じ時期なんですよ。明代の末期ですから。 ちょうどから民から真に移り変わるぐらいの頃に、やはりフィリピン経由で入ってきました。当初はこれね、あの、マラリアの予防薬だったみたいですよ。マラリアの予防薬として入ってきて、で、広がった。えー、で、これ美味しいねって吸ってるわけですよ。そしたら、スーテーテー、これほら、民の最後のほら、工程よ。あの、最後自殺する人ね。で、このスーテーテーが喫煙禁止令を出すんですが、これもう効果なかったと。それで、民、えー、から真に変わるじゃないですか。そしたらもう真の時代はさらにタバコが流行しちゃってね。 もう逆にこれね、タバコ吸わない奴がね、言われちゃうんですよ。お前時代遅れだと。うん、お前タバコ吸ってなかった人は、当時明代の人って言われちゃったみたいです。ね、もう今ならなんか昭和生まれみたいな、そういうそのなんかバカにされ方をするわけですよね。時代遅れみたいな。はい。っていう時代になっていきましたと。そして最後、トルコ。まあオスマン帝国ですね。オスマン帝国はね、イギリス商人が17世紀初頭に持ち込みましたと。ね。で、やっぱりハマるんですよ。ええ ただ、やっぱりほら、タバコっていうのはね、火が大変だよ。タバコのほら、火の不始末とかが恐ろしいわけですね。で、1633年イスタンブルで実際これ大火事が起こっちゃいまして、この大火事の原因はタバコの不始末でした。はい。ということで、権力者スルタンが弾圧に乗り出すわけです。中でも有名なのがですね、この村と4世。まあ、受験では出ませんからね。あの、村と4世って人がいたということだけ、まあ、あの、不運でいいですけども、まあ、残虐な人ですよ。 ええー、あの、20代で死んじゃうんですけど、この人ね、喫煙者の徹底弾圧をしたことで有名です。えー、どうしたかっていうと、この人は、まず変装するのよ。変装して、街中にこう繰り出していって、タバコ吸ってる人がいたら、とっ捕まえて首をはねると。ね。すごいですよ。怖いでしょで、その数が約2万から3万人と言われてるんですよ。ものすごいよ。当時イスタンブルの人口が100万人、うち3万人は、もしかしたらこの人によって殺されてるかもしれない、えー。そういう状況であったということです。これがトルコの状況です。 はい。ということで、えー、以上、ね、タバコの世界史いかがだったでしょうかやっぱり他のね、まあお茶とかコーヒーとかと同じようにですね、えー、世界史との関わり、えー、あったわけでございます。はい。今回は以上です。